ソーシャルグッドジャーニー福岡、私が助けて助けられる話、エピソード3、駅にて。早い口調で説明する駅員、それが理解できず困っている男性。その様子に気がつき、お困りですかと男性に声をかける主人公。長い説明の時などに相手の話す内容が理解できない方もいます。ゆっくり話をするよう心がけましょう。主人公が困っていた男性へゆっくりと説明をする。2人の気持ちが通じ合い、笑顔がこぼれる。駅のホームに立つ主人公。ちょっとと言いながら追いかけた先ほどの男性。忘れとうよと主人公に財布を差し出す男性。主人公は感動してありがとうとお礼を伝える。再度2人に笑顔がこぼれる。海辺を走る電車。踏み出した一歩で2人の世界は広がる。